大谷1二は、日本の政治家。川上村に、川上村議会副議長、川上村長を歴任した。1924年4月13日に生まれる。1941年12月、奈良県立吉野林業学校を卒業。1942年1月、満州に渡り、満州単鉱生安教習所を経て、同社で勤務する。1948年、 帰国し大谷組を創業した。1958年に株式会社に改組して社長に就任した。1959年村内建設業組合を設立して組合長を務める。1963年4月の川上村議会議員選挙に立候補して初当選を果たした。川上村議会では副議長議会ダム対策特別委員会委員長を歴任した。 村義五期目途中の1980年7月に川上村長に無投票で初当選した。1981年に賛否両論だった大滝ダムの建設計画に同意した。1984年7月、無投票で再選を果たした。1988年7月、村長選で参戦を果たした。1992年6月、 無投票で4000を果たした。1994年からは、水源地の村づくりを推進した。1996年に、川上宣言を出して、原生林740ヘクタールの損有化や、流域住民との交流、森林保全の啓発などを全国に先駆けて実施した。同年6月、村長選で5000を果たした。2000年6月20日、 無投票で6000を果たした。2004年7月6日、無投票で7000を果たした。2008年7月1日、無投票で8000を果たした。同年11月14日、山口県相訪大島町長、中本富夫の引退に伴い、全国最年長市長となった。2012年6月5日に、記者会見を開いて、今期限りでの引退を表明した。 同年7月24日に人気満了で退任した。ありがとうございます。